キックスターターから早くも1年が経ちました。ソニーさんのステージで発表した時の皆さんの歓声が今も耳に残っています。去年の7月にキックスターターを終えてから少しずつ人員を増やしてきました。年末にはシェンムー2のキャラクターを動かして簡単なバトルや会話などのテストを UE4 で始めました。1月には開発のキーとなる人たちも集まり、プロトタイプを作っています。プロジェクトが実質的に動き出してから6ヶ月が経ちました。今は顔の表情やバトルなどで魅力的な表現ができるようになって、スタッフから歓声が上がることも増えてきました。良いゲームになる手応えを感じています。バッカーの皆さん、今後ともサポートの方よろしくお願いいたします。